の前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村ゆかりです。田村ゆかりラブライブ2024ハニーバニー、9月18日水曜日は栃木県総合文化センターメインホールに行きますだ。今日14日だから行きます。多分今度こそ行くといいな。なんか平日にイベントごとあるのってなんかちょっと不思議な感じするけどさ、なんかでもちょっと特別感、ゆかりの中ではちょっと特別感があるわけ。まあ来てくれる人はさね、平日だからまあちょ開演時間多分ちょっとゆっくりのはずなんだけど、とはいえね、まあちょっとなんだろう、まあ栃木か関東だからあれだけどさ、とはいえさね、仕事終わって急いで来るとかだからさちょっと違うかもしれないけどさ、でもさ、まあ、ゆかりは職業が何、本当の歌手じゃないからあれだけどさ、本当の歌手の人ってさ結構平日とかにさ、なんか昔からライブやってるよね。そうだよね。でなんかやっぱ地元に来てくれた時に学校の後とかなんかそういう感じで行ったりしたような気がするけどなみたいな、ちょっとあんまり子供の時の記憶が定かではないけど、まあだし大人になったからまあそんなになんていうの、平日にあってもまあね、自分が好きなアーティストさんとかも平日に開催とか結構普通にあるし、なんか変な感じはしないんだけどさ、まあでもみんな土日だと思い込んでるからね、ちょっとなんか行きにくいよみたいな人もいるんじゃないかなとは思うけど、行けたらいいね。さすがにもう台風ないよね。まあないとも言い切れないけれども、言い切れないけど、まあ、さすがにないよな。今だって発生してないからさすがにないと思いたいんだけどな。どうなんだろうね。でもなんか急に現れて急にさグンって近づいてくる可能性もあるからさね、なんとも言えないよね。私やっぱまだ9月入って中旬だけど全然暑いしさ、なんか今日昼間はスタジオから出て、まあ、日陰だったからっていうのもあるけどビル風結構吹いててさ、なんだもうなん秋の気配じゃん、涼しいとか思ってたんだけど、もう日向出て風が止んだらさ、え全然夏じゃんと思って、折りたたみ傘もカバンから出すのめんどくさくてさ、じりじりと太陽を浴びながら来たんだけど、秋になってほしい気もするし、なってほしくない気もするし、難しいな。秋と春がずっと続いたらいいのにな。春はでも花粉あるからちょっと嫌だけどさね、なんかでも暑いよりマシなのかなとかも思ったりするよな。本当に今年の夏は外に出てないね、用事がない時は。だって国が出るなって自分で決めろよ自分のことは自分で決めろまあまあ自分で決めたがゆえにちょっと出なかったではあるんだけどさ、なんかワープしちゃったな、季節をワープしちゃったなっていう感じがね若干ありますね。まあもうちょっと暑いの続きそうだから、いやでもこれから夏っぽいことしないよな。それでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。いやもう本当に1週間経つのが早い。なんかね今収録してるのはさ、まあ、ちょっとストックがもうないから結構もう撮ってすぐ今週出るよみたいな感じなんだけどさ、だから今週頭にだから土日にライブやってんで、もうさなんかすごい不思議なもんでさ、まあ、土日の前にも何曜日だ、火曜日にライブやったんだけど、火曜日にやって土日にやってだったんだけどさ、1日でもライブやると次の日体が重くて
もうなんか起き上がりたくないのよ体が。なんていうの、心は起きなきゃと思ってんのに体が起き上がりたくないわけ。だからまあ金縛りみたいなもんだよね自主的なねわかんないけど。ほんでさ、まあだから次の日うだうだしてたりすること多いんだけどさ、土日の時もあるじゃんやっぱし、あのライブが。でも日曜日は、土曜日にやって日曜日はライブあっても割となんかこう、まあ仕事だしさ起きなきゃって思うからさ、起きてさ、でまあ人にも会うしさ、なんか元気なつもりなんだけどさ、土日やったらもう月曜日はもうさ、なんていうの、もう目が回る感じ、なんていうの、もう体がつらいすごい普通のこと言っちゃった月曜だ、いや火曜もやっぱちょっとまだ引きずる感じはある。だってもうおばあちゃんだからさ、もう無理よね、無理なのよそんなの。でさ、あの今週はさ、土日にやって月曜日に両親来てたからさ、両親をちょっと空港まで送らなきゃと思って、んでまあ別に来なくてもいいよとは言われてたんだけどさ、一旦ホテル行って、おいで空港行って、なんだけどもうさ、あのね、あくびが止まんないわけ。もうね、なんていうの、この口はあくびをするためだけに存在してるみたいな感じなの。もうずっとあくびしてるわけ。んでさ、ちょっとなんか吐き気もするしさ、目も回るわけ。もう眠いし体も重いしさ、でもやっぱね、せっかく両親に会えるからとか思ってさ、まあ一緒にお昼ご飯食べて、ほんで見送ってだったんだけどさ、で空港にさ、これ知らなかったんだけどさ、その産直みたいなお店が今あってさ、そこでなんていうの、今の時期はだから、そのこの間売ってたのは桃とか梨とか売っててさ、あーこれミミちゃんに食べさせたいな、どうしようかなとかって思って、スーパーで買うよりもしかしたらこういうとこで買った方が美味しいんだろうなって思ってさ、うーん買わなきゃ買いたいよって思ってたのに、もうお財布をカバンから出すことすらめんどくさいのよ、もうやだって思っちゃって。ほんでさ、その買った桃をさ潰さずにさ持って帰らなきゃいけないじゃんね、うーんって思って、ちょっとやっぱし無理かもって思って、桃諦めて、で電車乗ってさ帰ったんだけどさ、もうなんか電車乗ってる時にももう吐き気がするわけ。であとさ、乗り換えで何、電車乗り換えでさ駅の中歩くじゃんね、駅の中がさすっごい暑いの。やっぱもうさ冷房何効かないのかな、わかんないけど、なんかちょっとさお日様を浴びるけど屋根になってるみたいなさ構造のとことかあったりするじゃん、もうなんかお日様を浴びる構造にしないでっていう感じなのよなんかもう暑うて暑うて。ほんでさ、こうもう暑くて吐きそうなのか眠くて吐きそうなのか何なのか分かんないわけ、胃もムカムカしてるしさ、わーもう全然よく分かんないと思って、んでお家帰ってさ、んでもうちょっと吐き気がするからちょっと横になってさ、ほんでミミちゃんはちょっとまだケージにいてもらおうと思ってさ、でとりあえず横になり王様を始めたんだけど、王様を持ったままもう寝てるわけだから、もう記憶ないのよ。まあでも言ってもまあ2時間ぐらいで起きて、でまあミミちゃん今度お外出してさ、ミミちゃんと遊ぼうと思ったらミミちゃんは遊んでくれないしさ、って思って、でなんかもう何食べていいかも分かんないわけ、気持ち悪いから。でさ、あーもう気持ち悪いから何食べていいか分かんないとかって思って、もう繊細って思って思ってさ、あの冷凍庫に入れといたさ、あのスーパーに売ってるさ、何あの肉まんあるじゃん、なんていうの、あの袋に入ってるさ肉まんで、あれをさチンしてさ食べてさ、美味しいって思って、何にも繊細じゃなかった普通
って思って肉まん超美味しいじゃんって思ってさ、うん、でも肉まん1個しかなかったからさ、でじゃあどうしようって思って、なんか生のタイプのちっちゃいカップのさおうどんすごい好きなやつあってさ、それをさしばらく時間経って晩ご飯にと思って、まあ、10時ぐらいに食べたんだけどさ、それはなんかちょっと気分が乗らなかったみたいで、あーなんかこれじゃないって思って、あー繊細だわってあーやっぱ繊細だわ、味が薄いものはちょっとよくわかんないって思って、だからちょっと今日帰りにまたね、スーパーの肉まんを買おうと思うあれがあればもうちょっと今まではさ、ダブルチーズバーガーを食べて健康を測ってたんだけど、でもあーこの肉まんでもいいんだと思って、とりあえず味がしっかりしたものだったら何でもいいんだなと思ってさ、本当はねうどんとか食べるべきなのもちょっと分かってんだけど、味が全然しなかったんだよな。味が全然しない時ってさ何が足りないんだろう、塩分なんだろうな、亜鉛ってさ何で取れるんだろうね、亜鉛不足とかよく言うもんね、亜鉛ってなんだそもそも亜鉛って金属、じゃあさ黒豆とか食べたらいいのかな、黒豆さほらなんていうの、工場で作ってるやつは分かんないけどさ、何あのツヤツヤにするために釘入れるじゃんね、釘は金属でしょ、鉄と金属違うの、また別なの、金属って何、金属って金、鉄と金属違うの、あ鉄も金属、大きく金属、金とか銀とかも、あじゃああれじゃない、金箔食べたらいいんじゃないなんか食用のさ金箔あるじゃん、ねスーパーとかに売ってるじゃんね、あれをさ常備しといてさほんで何食べるにもさ金箔こうやって振りかけてさ、なちょっとなんか映えるしさ、亜鉛も取れるしさ、あの金箔で亜鉛どんぐらい取れるんだろうな、乗ってないのかな、牡蠣とかに亜鉛が含まれてんの、牡蠣って金属含まれてんの、まあ含まれてってもおかしくない気はするけど、なんとなくなんかメカメカしいから見た目が、なんかさほらよくさ何々を 100g あたりなんかこう例えばじゃあわかんない、マグロ 100g あたり何々が何 g とかあるじゃん、 1.2g とかさ、それにさ亜鉛のところにさ、まあ牡蠣とかはじゃあね有名だから出てくるんだろうけどさ、金ってちょっと項目ないかな、金箔 100g あたり何 g みたいな、金は金のみ、どういうこと、金食べても金しか取れないの、金ってさ生きていく上で体に必要かな聞いたことないよね、あ何金はもう何素材として金でしかないの、だから純金は純金なの、じゃあさなんか純金じゃないやつあるじゃん、なんていうの、純金ってさいくつ K?24K が純金、じゃあさ18とかさ10とかさあるじゃん、10はさ何が混じってんの、あえんあえん何混じってんだろう成分的に、そしたらさわかんない 10K のさ指輪とかをさ買ってさ、亜鉛が足りないなって思ったらベロベロ舐めたらいいんじゃないそれを、でも染み出てこないよな、染み出てたとしたらだって溶けてなくなっちゃうもんな手とか洗ったらね、何混ぜてんだろうな18金って、24金の方がじゃあ純度が高い金だから柔らかいってことなのかな、なんかさあれだよね、その18とか10にするのってさその方が なんていうの、アクセサリーとか作るときに何作りやすいからとかだよねきっとね、なんか脆いからかなってこれは勝手に思ってたんだけど違うのかな、銅ってさ10円はじゃあ純銅わかんないや、純粋な銅なのかな、10円って銅とか
銀とかが18金に混ざってんだ。それってさ、わかんないけどさ、分離させることってできるのかな。ほら、あのアクセサリーをさ売ったりするじゃんね。その後にさ、アクセサリーをまたさ別の形に変えたりするじゃん。その時にじゃあ銅がこのぐらい出てきて、銀がこれぐらい出てきて、金がこれぐらい出てきてみたいなさのになるのか。銅ってそんなになんていうの、その価値ないの。価値っていうのはその金額的なもの、なんか世の中的な。金よりは安い。銀はあれ、銀あプラチナと銀って一緒？違う、難しい。なんかさ、金はさ、なんていうの、あの積み立てコツコツみたいなのあるじゃんあるでしょ。ほいでそれにさプラチナもあるでしょ。銀は、銀の積み立てってあんのかな。あと銅、わかんないね。でもさ、10円玉が純粋な銅だったらさ、銅に価値があったらまずいもんね。だって10円は10円の価値だけど、あ、だから1円と一緒になっちゃうのか。1円って1円より価値があるっていうじゃん、素材で言うと、素材的に考えると。だからもし銅がさ、銅の価格がさ、わかんないけど 1g 1000円とかになっちゃったらさ、10円玉より価値が出ちゃうから、もうみんな10円流通しなくなっちゃうもんね。だからちょっとわかんない、難しいな、そういうのって。考え出すともうバカなのにそういうこと考えちゃうからさ、よくわかんないもんね。銅は 1kg、 まあ今の値として1000円くらい、収録してる今日。それってわー、銅1キロってどのぐらいの量なのかがわかんない。銅1キロ、銅10円玉1枚で何グラムなんだろう、全然わかんないな。1000円、いやだから10円玉がもし100枚で1000円かな。10円玉はバカすぎる、どうしようバカすぎるよ。10円玉が100枚で1000円だとして、その100枚が1キロだったら同じぐらいな、222枚。あー、じゃあやっぱし、純粋な銅の方が価値はあるんだ。あれ、わかんない。でもそれは今だから、10円玉は1枚の銅が 4.5 円くらい。だからやっぱ10円として使った方が、まあ、価値はあるっていうことか。銅って不足しないのかな、なんかレアメタルみたいに。わかんないね、難しいね。こういうのちゃんとできる人はな、お金とか集められるんだろうな。はあ、難しいなそれではここで一曲聴いてください。現在発売中のミニアルバム I Love It より田村ゆかりでバニラバ。
頑張り、チョコレートシークに済ましたり、どんな日も好き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 なキスしてみる。君とコーヒーのバニラ、この魔法を追い込め、甘いバニラ見つめ合って、ほらどうしたの、溶けるようにダウンに召し上がれ。クローゼットカバンアルバム、どんな場所でも OK です。奥から出てきたものの話を教えてもらうコーナーです。三つ亀さん、玄関の鍵がカード式の家なのですが、3年前に引っ越しした時に交通系のカードに登録以降全く使っていません。今月末の引っ越しで鍵を返却しなければいけないのですが、押し入れの奥から鍵出てくるかな。あー、だからカードを使ってるから、何、その大元の鍵が出てこないっていうことね。まあこれはあるよね、こういうのは。まああるだろうな。ゆかりはさ、逆にさ、チャージしたやつがさ、もうわかんないわけ。これはでもね、チャージするときに絶対そうなると思ったのよ。そのいろんなマネーあるじゃん、電子マネーなんかさお店ごとにさ、おいさ、絶対そうなると思ってたんだけど、案の定で、なんだったらスイカのさ、向き名のやつとかもさ、もうなんかこの間引っ張り出してきたやつあって、見つけたやつあってさ、それさ、こう いくら入ってんだろうと思ってさ、通したらもう使えなかったわけ。でおーって思って、あ、10年以上多分経ってるんだろうね、おそらくね。おーって思ってさ、でそこでふと思ったんだけど、あれ、ゆかりモバイルスイカ絶対登録してると思って、絶対にモバイルスイカを、要はその物理カードじゃない単体でモバイルスイカを絶対に登録していて、チャージをしていたけど、その時のアンドロイドの携帯ではないと思ってこれはと思ってさ、スイカの引っ越しが一番めんどくさいじゃん、あの交通系のやつで。先に何、解除の手続きをしないとなんかもうどうにもなんなくなっちゃうじゃん。だからおーって思ってさ、もうね、気が気じゃない多分上限2万円とかまでしか入れられないから、それ以下なんだろうけどさ、あー、またお金が消えてしまったと思って、もうね、だからね、今は新しく発行しようと思ったんだけど、思いとどまってる、もうスイカに関してはもうちょっと無理と思って。なんかそういうのあるよねみたいなやつ。皆さんからの奥から出てきたものの話、たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のミニアルバム I Love It より、田村ゆかりでスイートアラート。その訳は優しすぎるあなた、誰にでも近い距離、それどうなの、妙な空気は分かる、隠し事ならバレる、私だけでしょずっと一番のポジション。
お別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。もうね本当にあのエディって今もあるありそうではあるけどみたいな感じのやついっぱいあるよね。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。ときめすぐ冷ましてしまう。